毎度だな。さあ、買っていってください。じゃあな、旦那。アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら教えてください。
狼殿、調べのため物資ど。分かった。ブッシー殿。木陰よ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら爆竹なんぞで脅かしよって死んじまったな、死んじまったよ。デモンにのろしが上がっておる。行部様か。ああ、まっ。
ひとたびは退けたが、ナイフの軍はあまりに強大だ。それゆえ我が地を竜院の力を利用するというのですか。いかに力を得るとても痛みも恐れも忘れ戦い続けるな。私は人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見ろ。もはや尋常の術では足のは守れぬのだ。私は源一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分と経つ。待ったとて無駄なこと。は行軍正隆なり。大手もこの行部が倒産。人形
死者があるとゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあ、ご供養していきなされ。死者がどこ？ご供養。死者たちにご冥福。
へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもう行き。ババが何をか。あんたのそういうも。ネズミがもう一匹。いや、その目。飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おう、石色。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つ。
一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎が俺ど、アシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は、城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。死者たちに罪を買ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。
アシナ流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。アシナ流、流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦にネズミ狩り。アシナ流、ただネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。アシタネ、
アシナ流流派という手もただ根ず
か。